吉村正浩、小さな会社の経営のツボ。はい、皆さんこんにちは、吉村正浩です。今日はキャッチコピーに必要な7つの要素ということについてお話をさせていただきたいなというふうに思います。キャッチコピー、よく聞く名前ですよね。何をキャッチするんでしょうね。このキャッチっていう話なんですけどね、何をキャッチするんでしょうって話なんですけど、これはですね、心をキャッチする言葉っていうことになるわけですよ。ですからキャッチコピーの役割っていうのは実は2つありましてね。で、一つが何かっていうと、はい、口説き文句ですね。だからお客さんをこう口説いて心をキャッチするっていうことと、まあ、それだけだったらダメだから、やっぱり内容の要約というのが必要になってくるわけですね。で、実はキャッチコピーにもいろんな種類があるんですけどね。まあ実はその王道の3パターンっていうのがあるので、まあ中小企業の場合はこの王道の3パターンっていうのを理解していただくといいかなというふうに思っております。で、この3パターン、実は3つあります。共感型、そして数値協調型、そして問題解決型っていうこの3つがあるんですね。一個一個お話しますね。共感型。共感型で行きましたらね、まあ有名なのはこれですね。パナソニックのね、1996年に、スタートしました、この綺麗なお姉さんは好きですかってやつですね。まあ、これ女性向けの美容の家電の CM だったんですけども、これ本当に一躍ブレイクしましたね。あとはね、これですね。あの、JR 東海がやっている、そうだ、京都行こうっていうキャンペーンですね。で、これもね、いろんなパターンがありましてね、例えばこれうまいですね、修学旅行を家族でやるなんてどうだろうみたいなね。まあ、こういうのがあるんですけど、まあこれはね、実はそのもう一流のコピーライターさんたちがね、携わってるだけあって、非常に難易度が高いんですよ。で、難易度が高いんですけれども、ハマったら最強ってやつなんですよ。これが共感型っていうやつです。で、2番目いきます。数値協調型。まあ、数値協調型でよくあるのはこういうやつですね。まあ、ヤフオクさんでほら、実質0円とかね。0円キャンペーンなんてね、よくやってますよね。それから、あと、例えば、まあ、1000円オフとかね。まあ、こういうやつですよね。まあ、その、いくらオフしますよっていう、いくら安くしますよっていうだけじゃなくて、ほら、例えば、レジにてさらに3割引きとか、これも数値協調型ですよね。まあ、こういうお値段に関することだけじゃなくて、こういうのもあるんです。はい。乳酸菌10億個っていうやつですね。まあ、こういう何かが入ってますよとかね。プラスビフィズス菌1億個みたいな、こんな感じですよね。まあ、こういう実際に内容とか成分っていうのについて数値を強調するっていうやり方もありますし、それだけじゃないんですね。こういうのもあります。はい。1億本突破。あ、1億本も売れてるんだったら人気なんだなっていうね。まあ、こういう使い方ありますよね。あとはね、よく使うのがね、何秒に1個売れてますってやつね。まあ、こういうやつも数値協調型です。でもそれだけじゃないんですね。他にもこういうのもあります。はい。これは、引っ越し屋さんですね。堺引っ越しセンターさん。日本の引っ越し業界ナンバーワンってやつですよね。まあ、これはよくナンバーワンっていうのはよく使われてますよね。例えばこういうやつですね。オリコン第1位とか、お客様満足度6年連続ナンバーワン。もう本当に数字のオンパレードなんですけど、まあこういうことによって、このお客さんに何だろうなってこうね、心をキャッチするっていうところですよね。これ実は最も簡単な方法です。はい。で、3番目。3番目が何かって言いましたら、はい、これが問題解決型ってやつですね。問題解決型は、例えばね、まあ今回ね、コロナのことでテレワークが増えましたよね。はい、こういうやつですね。テレワーク、在宅ワーク、おすすめグッズみたいな、こういうやつですね。まあ要はテレワークで何を、どんなグッズを、その揃えばいいのかっていう問題を解決しますよってやつですよね。あと、例えば、B2C ね。まあ例えば物を売るってことになると、例えばこういうやつですね。毛穴の黒ずみ、角栓がスッキリってやつですね。大人の洗わない洗顔でっていう。まあこういうことも書いてますけれどもね。まあこれでこう、絵を見せるってやつね。これ、大体ね、まあ僕よく言ってるのが、大体写真で3割伝えましょうってことを言ってますね。うん。あとこういうのもあります。これはね、
晴れ着のね、丸翔さんですけどね、卒業衣装ですね、絶対出会う最高の卒業衣装、みたいなこういうやつですよね。はい。あと、例えばこういうやつですね。これはね、あなたの思い、部下に届いていますか？これ、研修ですね。研修するやつですね。研修するこのセミナーとかそういう研修の会社さんですよね。要は、部下のこの使い方がわからないとか、最近のね、例えば新入社員っていうのは若いからちょっとコミュニケーションが取りづらいとかっていうね。まあ、こういう時に、あ、確かに届いてないかもしれないってこう思わせるっていうやつですよね。他にもこういうのもありますね。都立高校に合格させたいってやつですよね。まあだから都立高校に合格させたいと思ってる親に向けて、あなたのお子さんのことですよっていうことをね、こう言ってるってことですね。で、これはね、共感よりは簡単な方法なんですよ。で、他にもあります。実は、はい、これです。合わせ技ってやつです。これはどういうことかって言いましたら、こういうことですね。問題解決型と数値強調型。要は、毛穴の変化を 93.6% の方が実感ということですね。だからその、毛穴についてお悩みを解決しますよ。そして 93.6% の人が実感してますよっていうことですね。あとここにね、例えば楽天で第1位とかこう書いてるわけですよね。他にもね、こういうのもあります。問題解決型プラス数値でいきましたら、例えばテレワークを成し遂げるために、6つの導入すべきツールと2つの構築すべき体制みたいなね、こういうテクニックですね。これね、セミナーでもよく使うし、あとブログでも使うし、YouTube のサムネイルなんかでもよく使われるテクニックですね。いくつのテクニックみたいなね。まあこういうことですね。あとね、こういうのもあります。要は、問い合わせのしやすさナンバーワン、オリコン第1ってやつですね。まあ要はそういうことによって、あ、問い合わせをしたいんだけれどもっていうことでね。で、それを第一、しかも3年連続って入れてますよね。まあこういうことで、要は問い合わせしやすいんだな、ここはっていうことを思わせるっていうことについては、持ってこいっていう話になりますよね。はい。で、難易度と効果のお話をしますと、はい、こうなります。はい、共感型は、難易度っていうことで言うと、やっぱり難しいんですよ。だけど効果は当たったらすごいよってやつですね。で、数値強調型は一番難易度としては楽なんだけども、効果としてはちょっと少ないなと。で、問題解決型は両方いくねっていう話なんですけど、中小零細企業ってね、特にコピーライターとかそういうのも使ったことない人で行きましたら、やっぱりね、やりやすいのはここですね。ここ。数値強調型からまずは手始めに始めてみるっていうのが、まあ一番手っ取り早いかなと僕は思ってます。で、先ほどキャッチコピーの役割で行きましたら、その、口説き文句と内容の要約っていうお話をさせていただきました。ということは、特に内容の要約で行きましたら、論理的な手法っていうのが必要になってくるんですよ。これは B2C もそうだし、特に B2B なんかはもう論理的手法っていうのが必要になってくるわけですよ。これね、例えば例を挙げますとこういうやつです。はい。博多の明太子がね、あったとしましょう。そうすると、まずね、順番としては名詞を抽出するんです。例えばこんな感じ。博多明太子店贈答用ってね。こうやって抽出するわけですよ。で、これをちょっとつなげてみます。そうすると、博多の明太子の店贈答用に最適っていう風なキャッチコピーね。まあ実はこれ荒削りすぎて、第一段階としては OK なんですけども、ちょっと物足りないということで、ちょっと装飾してみましょう。どういうふうに装飾するかっていうと、例えば博多だったら本場博多に変える。明太子だったら激辛明太子に変える。店っていうのは専門店に変える。そして贈答用はお歳暮って変えると、どうなるかって言いましたら、先ほどの博多の明太子の店、贈答用に最適っていうキャッチコピーを、はい、こうなります。本場博多の激辛明太子の専門店、お歳暮に大人気って、こういうふうに変わるわけですよね。こっちの方がね、よっぽどいいでしょって話なんですよ。で、ここで大事なのは何かっていうとね、一般公募に置き換えるってことなんですよ。要は贈答用ってほぼ使わないでしょ。お歳暮って使うでしょっていうことなんですね。これね、結構ね、企業さんね、注意しなきゃ、その言葉って一般的に使われてる単語ですかっていうキャッチコピー結構多いんですよ。まあ、これがまず押さえておくポイントです。で、先ほど名詞の抽出って言いましたけど、名詞をどうやって抽出するかっていう話でいくと、これです。5W2H を活用するっていうことなんですよ。
どういうことかって言いましたら、はい、いつ、どこで、誰が、何を、どのように、どうする、なぜ、いくら、なぜ、どのぐらい、いくらってやつですね。例えば、こんな感じですね。いつ、12月限定。どこで、お店で、誰が、自宅用で。そして、何を、明太子、購入する、お歳暮、2割引きみたいな、こんな感じに持っていくわけですね。そうすると、これの名詞を抽出するだけで、キャッチコピーができますよって話なんですね。で、なんでこの 5W2H が必要かっていう話なんですけど、文章がね、わかりやすいっていうの文章とわかりづらい文章っていうのは、もう決定的にね、処方で言うとこれなんですよ。わかりづらいのは、適切な 5W2H っていうのが欠落してるって話なんですよ。これね、証拠をお見せしましょう。こんな感じです。はい。YouTube で話しますってキャッチコピー。これは、どこでどうするだけなんですよ。これ通じますかって話なんですよ。で、次行きます。はい。6月20日に YouTube で話しますっていうと、これいつどこでどうするですよね。で、これが、6月20日に YouTube でキャッチコピーについて話しますっていうなると、いつどこで何をどうするだし、はい。さらに行くと、6月20日に吉村正弘が中小企業の社長さんに向けて YouTube でキャッチコピーでについてお話ししますっていうと、いつどこで誰が誰に何をどうするっていうふうになるわけですよ。これがね、やっぱりないとね、内容が要約されないって話なんですね。で、これどうするかって話なんですけど、5W2H できてるかっていうことをチェックするにはね、お手本となるのがあるんですよ。はい。何かって言いましたら、漫画日本昔話ですね。今ないけどね、僕は小さい時なんかもうよくこれ見てましたけど、まあ日本昔話ってそうでしょ？昔々、はい、いつでしょ？あるところに場所でしょ？で、おじいさんがおりましたと。で、おじいさんは山に行って、竹を切ったら、中に輝くお姫様がいましたみたいなね。まあ、こんな感じになるわけですよね。だから、5W2H っていうのは、ちゃんと日本昔話のようにできてるかなということを確認してみてください。はい、本日のまとめです。キャッチコピーは数値型と課題解決型と共感型がありますよと。で、数値型っていうのは数値強調型ね。で、5W2H で名詞を抽出しましょう。そして一般公募に置き換えましょうっていうことが大事になってきますよっていうことになります。はい。ということで次回からなんですけども、まあ今まで、マーケティングについてとかね、ずっとお話を、まあ連続ものに近い形でお話をしてきましたけど、私ね、YouTube 50本以上やってみてね、まあその、分析とかね、してね、気づいたことがあるんですよ。連続で見てる人が少ないっていう話ですね。なので、次回からはランダムでいきます。テーマ、いろいろとランダムでいきます。どんなテーマをお話しするかっていうと、まあ私のお話しできる内容で言うと、企業創業の注意点ですね。まあこれは私、いろんなところの全国の公的機関で、企業セミナーとか創業セミナーとか、あとは創業担当者向けセミナーとかね、そういうのやってますから、その創業の注意点みたいなことをお話します。あとは、ま、この、YouTube の、動画のテーマであります、小さな会社の経営ですね。まあ、これについてお話ししますし、あとはね、まあ、私のフィールドワークともしている、同族企業の事業承継ですね。それから、老舗の経営法ですね。まあ、うち、ちょうど、創業169年になりますけども、まあ、老舗には独特の経営法がありますよ、みたいなことも、全国でお話ししてますから、まあ、YouTube でもお話ししようかなと思ってます。それと、あと、ウェブ、SNS、マーケティング。まあ、これらのテーマについて、いろいろとこう、その都度、ランダムにお話ししようかな、というふうに思っております。なので、次回からも、お楽しみください。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。本日もご覧いただき、ありがとうございました。